だけど決めた、アスカは私の運命の人。なに、アスカくんは私の運命の人なの。恋と花火と赤い花。そんな都合よく行くっすか。メリーいる。お、小西。ほらな、ここにいれば必ず小西が現れる。待ち伏せ、ダサいな。ゆえちゃん、中華。うっけん。はーい。今日の夜暇？お祭り一緒に行かない？うーわ、行く行く。絶対行く。小西、一緒に行こうぜ。はいはい。ニーハオ。ドクターリン。え、この子がドクターリン？違うわ、私は風水師リンリンよ。だってこの間ドクターリンの風水占いやってたでしょ。みんながドクターリンって聞くから日本では名前を省略するんだって思ったの。なるほど、そういうことか。中国に行ったおじいちゃんの紹介で一人で来たのよ。そう、今年は私にとって60年に一度の運気が最高の年。しかも日本の方角で修行すれば風水師としてのランクアップは間違いなし。世界一の風水師になるためにはまたとない絶好のチャンスなのよ。ほえー、メリーよりずっとしっかりしてんじゃん。リンリンちゃん偉い。というわけでしばらくの間よろしくね。だったらさ、今日の夜のお祭り一緒に行かない？日本の祭りも見ておかなきゃだよな。うん、そうだよ。アスカも行くの？もちろんアスカも行くよ。じゃあ行く。アスカは私の運命の恋人なのよ。おお、なんとアスカモテモテじゃん。ちょっとちょっとメイリン、超強力なライバル出現じゃん。ね、大丈夫だよ。だってリンリン小学生だよ。甘いぞメイリン。今は小学生でも10年後は。10年後は？ありえないことじゃないよね。そんな。でもリンリンがこの間占いで言ってたのって、慢心しているとライバルが現れて痛い目に遭うわ。それってリンリンってこと？チャオ、ご機嫌はいかがかな。お邪魔してます。ところで君たち、お小遣いに不自由してはいないかな。お小遣い？神崎翔のニュー風水グッズ、このお金が返る君を財布に入れておけば、使ったら使った分だけお金が返ってくる。お父さん、金運アップ間違いなし。わー、かわいいカエルさん。ほほ、
リンリンちゃんはこいつの良さがわかるのかい？風水的にも効果ありそうだし、すっごく可愛いよ。そんな大きなカエルどうやってお財布に入れるのよ。うん、君は見込みがあるぞ。チャンリンリン、君をカリスマ風水師神崎翔のアシスタントに任命しちゃおう。そしたらこれくれる？あげちゃうあげちゃう。そして目指すは打倒ドクターリン。よっ。あー、アスカくん。悪いアスカ、オンに切るぜ。夏休みの宿題、数学やってねって言うからさ。へへ。アスカくん。朝はごめんな、痛くない？うん、今晩のお祭りみんなで行こうって。アスカも行くでしょ？え行こうぜアスカ。決まりね。メリー、いいのかな？大丈夫だよ。おのれ。もうリンリンたら、アスカ君は私の運命の人だって言ってんのに。ちょちょちょ。ま、でも子供子供、マジになる方が大人げないよね。さーて、気分を変えてドクターリンのホームページチェック。なになに？アスカのハートをゲットできるラッキーアイテムを占っちゃおった。リンリンクリスタルフォーチュン、風水水晶よ、私に答えて。太鼓が中止になった？あ、お祭りのことね。お祭りの最後に催される奉納太鼓は、私と主人の思い出の太鼓。それが今年は中止されるかもしれないとのこと。なんとかならないものでございましょうか？これは願いが叶うラッキーアイテムを教えてあげれば大丈夫ね。我が風水を司るシェンロンよ、ハウユンライラ、この乙女の願いを叶えよ。何か黄色い蝶々の模様がついたものを身につけて。まあ、リンリンちゃんぴったりね。あ、メイリンの浴衣だったんだけど、ほどかなくてよかったわ。ママさん、今日行くお祭りの場所にお花がたくさん咲いてるとこある？お花？あるわ。神社の横道に入った高台に、京花の子がたくさん咲いてるわよ。京花の子って赤い花？うん、赤い花がいっぱいつくわ。おっ、決まりだ。アスカとそこへ行くぞ。あら、そしたらアスカくんと恋人同士になれるかもよ。え、ほんと？その高台ってね、男の子と女の子が一緒に京花の子を見れば恋人同士になれるって伝説があるのよ。でももう知ってる人も少ないわね。ママさん、ありがとう。もう、お母さんたら余計なこと教えて。そんな伝説、私にも教えてくれたことないじゃない。リンリンちゃん、どう？日本のお祭り。中国のお祭りの方がもっともっとすごいわ。でも、アスカと二人ならとっても素敵よね。アスカくんは私の運命の人。いいじゃないか、大人げないぞ、メイリン。メイリンファイト。さあ、いらっしゃい、いらっしゃい。さあ、たこ焼き美味しいで。あれ、エディ監督に万里。おお、みんな。うわ、美味しそう。当たり前や、本気印のたこ焼きやで。わてらはな、苦学生なんや。たこ焼きは苦学生ちゃうやろ。いたたたた、前は。毎度毎度、あんたらはな、友達やから400円のとこを特別に480円でええで。え？ 400 円か、480円。へっへっへっへ。アコギな商売するんやない。ボコ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 どつくでや。わての男前の顔は変わってしまうやんけ。アコギな真似するからやろ。友達やったらサービスするで普通。ほな、どんなサービスするっちゅうねん。友達やからな、特別にタコ入れといたのか。ほな何かえ、ずっとタコ入れてなかったんかい。これが関西芸人ね。私見たかったの。なわけないやろ。ちゃんと仕事してください。焦げてますよ、たこ焼き。ごまやっちゃな、バニーは。エディ監督が大雑把すぎなんですよ。
もう手伝うのやめちゃいますよ。怖っ。へいへい。アスカ、もっとあっちの方に行ってみたいな。オッケー。ああ、もう。小西、金魚すくいやろうぜ。金魚すくい、俺得意なんだ。まあ、たまには付き合ってやるか。じゃあ、私は八重やつり。大井町くんもどう？おう、やろう。行こう行こう。よし、釣るぞ。メイリン、小学生に負けるな。大丈夫。余裕余裕。私が小学生ごときに負けるって言うの？でも今リンリンとメーリンの家に住んでるんでしょ？まあね。気をつけなきゃダメ。あの子の目は恋する目。アスカに恋している。メーリン、私のアスカをちゃんとガードしてくれなくちゃ。もうアスカくん、私の運命の人なの。そんなこと言ったってダメ。特に今日はね。今日は？あ、もしかして教科の子が咲く高台のこと？いないなあ、アスカくんとリンリン。そんなことは絶対ないと思うけど、万が一アスカくんとリンリンが。いやー、アスカくん。でもそんな、まさか。リンリンはまだ小学生だし。奉納太鼓はやっぱり中止のようだね。ドクターリンの占いってのは外れることもあるんだね。そんなことありませんよ。ドクターリンの占いは絶対当たるってゲートボール仲間と評判なんですよ。あ、ラッキーアイテム。ホームページに相談をくれた人なんだ。もう少し待ってみましょうよ、あなた。ドクターリンの占いが外れるわけありませんよ。お祭りが終わったわけじゃないしな。ラッキーアイテムが効かない？どうして？アスカ君とリンリンも心配だけど。でもドクターリンを信じてる人を裏切るわけにはいかないよね。呪いの太鼓？ああ、太鼓の練習をしようとした若衆が落ちてきた河原で大怪我したのを皮切りに、自転車に乗ってて事故に遭ったり、参道の石段から落ちるなんてことが続いたんだ。全ては呪われた太鼓が原因ってことで、主催者との話し合いで今年の奉納太鼓は中止されることになったんだ。時和くん、呪われた太鼓ってどこ？拝殿裏の倉庫にあるけど。ありがとう。ちょっとメイリン。あんた、いつまで待たせんのさ。早く占っておくれよ。ああ、今すぐ。オイラが手伝うでござります。ママさんに聞いたんだけど、教科の子の花を一緒に見た男女は恋人になれるんだって。この神社にそんな場所があるなんて知らなかったな。ママさんも言ってた。もう知ってる人なんてほとんどいないって。でも本当よ、私の占いでもラッキーアイテムは赤い花って出たもの。もう急いでるのになんで鍵なんてかかってんのよ。あー、やっぱ無理だ。ここはオイラに任せるでござります。どうするの？こうするでござります。おー、やった。ギョエーナナオ？ナナオちゃん？これに驚いちゃったのでございます。もう、だからって私まで驚かさないでよ。ブレスが反応してる。太鼓の呪いって邪気のことだったんだ。そうだったんでござりますか。神秘の力、我に与えよ。ホアリー・レイリーダ。間違いないわ。奉納太鼓の叩き手たちにあだなす邪気を去れ。気の流れを正し、幸せを呼ぶティーハーボーテ。
長ちゃん、時和くんに知らせてくれる？オッケーでござります。メイリンのやつ、心配して俺たちを探してんじゃないのかな。もうアスカったら、今は私とデートしてるのよ。私のことだけ考えてね。デートだったのか。あ、赤い花、あれだ、アスカ、花だ、本当に花がいっぱい。リンリン、花はさ、後でみんなで見に来よう。あ、ちょっとアスカ、もうちょっとだったのに。ほらご覧なさい、太鼓が用意されましたよ。いや、これは驚いた。早く始まらんかの。ドクターリンを信じてくれる人を裏切らないことになってよかった。太鼓の準備はできたけど、叩き手が誰もいないでござります。太鼓を叩いてほしい。だけど呪われてるって噂だしな。太鼓の準備までは手伝ったけど、叩くのはちょっとな。わかりました、他の人に聞いてみます。太鼓の叩き手を探しています。どなたか奉納太鼓を叩いてくれませんか。中止のはずだった奉納太鼓、どうやらお嬢さんの尽力で準備までこぎつけたようだね。あ、いや、そういうわけでもないですけど。いえいえ、さっきからのあなたを見てればわかりますよ。じゃがもうええ、こんな若いお嬢さんが奉納太鼓のために動いてくれたというだけでわしらは満足じゃよ。本当ですね、ありがとうお嬢さん。おじいさんおばあさん、もう少し待ってて、絶対に奉納太鼓を叩いてもらうから。太鼓の叩き手探してんのか。うん、俺が叩くよ。アスカ君、ありがとう。バカよせよ、こんなところで。メリーずるい。大丈夫かよ、あいつ。根性あるな。素晴らしい太鼓だわ。ドクターリンの占いってのは大したものね。あのお嬢さんのおかげだろう。そうですね、でもね、私思ったんですよ、もしかしたらあのお嬢さんがドクターリンかしらって。そうかもしれないね。おじいさんおばあさん、本当によかったね。呪いで、そんな噂にビビってたのが恥ずかしいぜ。お頭よ兄ちゃん、本物の奉納太鼓聞かせてやるぜ。はい。寝ちゃったね、リンリン。疲れたんだろ。かわいい寝顔しちゃって。ちょっぴりおませだけど、やっぱり小学生だね。おお、上がった。たまや、あー
構綺麗な花だな、教科の子。本当綺麗な花だね。ねえリン、アスカは私の運命の恋人になったんだからね。あ、あれ起きたのかな。寝言だよ。確かに。だけどさ、超強力なライバルが出現したのは確かだね、メイリン。さあどうする、メイリン。もう大丈夫。おい。色がラッキーカラーになるんだよ。東が青、南が赤、西がオレンジ、北が白なんだ。宿題を一気に済ませたいあなた、スタンドに銀色のシールを貼るといいよ。ヘイラチェイ、海水浴で疲れた体はたこ焼きパワーで復活や。何やってんですか。何言ってん、バイトやバイト。ほんまな、ゼリノーってタオル取ったところ、お姉ちゃんに助けられやってコロッていかれてしまったんや。ちゃう、惚れたんやない、これには訳があるんや。次回、タコの海岸物語ってどんな話やねん。みんとあかんで、ね。